テラスボイス。これは誰もが知っているお話の、誰もが知っている王子様のお話ではないかもしれません。とある時代のとある国に住む一人の王子様のお話。1月末日、晴れ。とっても良い天気です。深呼吸すると胸の奥の方が痛くなりました。僕の吐いた息は空に雲が泳ぐようにふよふよ浮かびました。王子様、何度言ったらわかるんですか？風邪をひいてしまいます。メイド長のララに見つかってしまいました。ああ。1月丸日、晴れ。今日は庭で綺麗な花を見つけました。黄色くて見ていると元気が湧いてくる花です。たくさん咲いてくれたらいいな。明日は剣の稽古がある。よし、頑張ろう。2月ほにゃらら日、曇りのち雨。今日はララと町へ出かけました。町のみんなには内緒なので、ララの服を借りてお出かけです。少し恥ずかしかったけど、城のみんなも僕を可愛いと言ってくれました。市場はたくさんの人たちでにぎわっています。お嬢ちゃんの髪の色によく似合うよ。ピンクの花飾りをもらいました。僕はそれをララにあげました。2月もにょもにょ日、曇り。今日はついてない。剣の稽古の時、足がもつれて派手に転んでしまった。はあ、恥ずかしかった。2月むにゃむにゃ日、晴れ。庭の草が刈られていた。昨日僕がつまずいて転んだからだ。あの黄色い花たちも刈られてしまった。3月丸日、曇り。父上に呼ばれた。来月の僕の誕生日に僕の妃を決める舞踏会を開くんだって。これで王子様も立派な王子でございますね。ララも嬉しそうだった。ピンクの花飾りが揺れていた。今日は僕の誕生日だ。窓の向こうで今にも泣き出しそうな空が広がっている。どこに出しても恥ずかしくない立派なお姿でございますよ。そうかな。さあ、皆様お待ちかねでございます。王子様、今日はおめでとうございます。私の娘と一曲踊っていただけませんか？綺麗だ。え、娘、娘、ちょっとあんたそこどきな。王子様、なんて素敵なんでしょう。うちの娘たちならきっとお似合いですわ。かわいい。今私のことかわいいって言った。何言ってんの、私よ。あんたなわけないでしょ。王子様の目は節穴じゃないのよ。はあ、あんたこそないわよ。チベットスナギツネみたいな顔して。あんたなんかカバンの底の方で潰れて飛び出したポケットティッシュみたいな顔してるくせに。そこの君。はい、はじめまして。僕と少しお話、一曲踊ってくれませんか？私でよろしければ。素敵なドレスですね。袖についてるレースの刺繍がとても繊細で綺麗だ。ありがとうございます。王子様は服飾に興味がおありなんですね。え？あ、ごめんなさい。
でも細かいところまで見ていらっしゃったのでふふ君みたいな女の子が着るからきっと素敵に見えるんだな。王子様って不思議な方ですね。え？私が見てきたお金に余裕のある人たちはいつも心を満たさなきゃ満たさなきゃって必死なんです。欲しいものは全て手に入ってしまいますから。けれど私のようなそうでない人たちはそんな人たちにはなれないので、今を受け入れさせながらそれでも強く生きています。なぜだか王子様は私が見てきた人たちとは違うような気がします。どうして？なぜでしょう。王子様？僕ね、本当は剣の稽古もこんな堅苦しい服も好きじゃないんだ。晴れた日は一日中花を眺めていたいし、綺麗な刺繍の入った服も着てみたい。だけどね、僕は王子様だから。ごめん、こんなこと。ありがとう、終わりにしよう。王子様、来てください。ちょっと君どうですかこれ。ガラスの靴、履いてみませんか？うん。いいじゃないですか。どんな王子様だって。好きという気持ちに性別も身分も関係ありません。誰が何を好きになってもいいんです。でもこんな僕を国民は、父上は許してくださらない。では首をはねてしまいましょう。冗談です。必ずあなたの味方になってくれる方はいます。分かり合える方だって。どうしてそんなこと。だって今の王子様はとても素敵でございます。ねえ、君は僕の。あ、すみません、私これで失礼します。待って。4月ぴょこぴょこ日、快晴。誕生日の次の朝、父上から女性を紹介されたけど、すべてお断りした。この気持ちが恋なのかとか、正直よくわからないけど、でも僕はあの人にもう一度会いたかった。王子様、こちらのご家族で最後で。曲がっていますよ。ありがとう。ああ、来た。とうとううちにも来たのね。私に会いにいらっしゃったのよ。あんたなわけないでしょ、春フィゲニアみたいな顔して。何それ。お前たち喧嘩はおやめ。王子様、お待ちしておりました。あら、その花飾り。突然すみません、こちらの靴を履いていた方を探しています。